色画用紙を使って菊の葉っぱを作りましょう。まず菊の葉の型紙をダウンロードしてください。この型紙は本物の菊の葉をコピーして切りやすいように縁取りをしたものです。型紙を A4 用紙にプリントアウトしたら線のところで切り取りましょう。ここでは四つ切りサイズの緑色の色画用紙を4つに折っています。分厚くて切りにくい場合は八つ切り画用紙を半分に折って2枚重ねにすると良いでしょう。これと先ほどの型紙を重ねてホッチキスで留め大まかに切り取ります。周りの線に沿って切るときはホッチキスで留めているところの向こう側から切ります。ハサミの向きをまっすぐにして紙の方を回して切る線がハサミの方向と同じになるようにします。カーブのきついところはくるっと紙を回して切る線をハサミの向きと揃えます。刃物の向きと切る方向を揃えないとうまく切れないのはカッターナイフや彫刻刀も同じです。この要領で周りを丁寧に切っていきます。最後にホッチキスで留めているところを切り離すとバラバラになります。下にハンカチなど柔らかいものを置いて葉脈を描いていきます。刃の先を下に向けて色鉛筆で強く押し付けるようにしてなぞってください。なぞったところがくぼんで刃に立体感が出ます。造花用のワイヤーを刃の長さよりも少し長めに切っておきます。ここでは7センチに切っています。ボンドを小指の先ぐらい出しておきます。葉っぱの真ん中の筋は軽く伸ばしておきましょう。ワイヤーの片側にボンドをつけて刃の裏側にそっと乗せるようにして貼ります。ボンドが乾けば出来上がりです。これをフローラテープで菊の花の茎に巻きつけていきます。ワイヤーの方を外側にしてまっすぐ当てたらくるくると3、4回巻きます。少しずらして次の葉っぱを挟みます。またくるくると回して次の葉っぱを挟みます。葉っぱはだんだん大きくしていきましょう。ワイヤーを曲げて葉っぱを形よく整えましょう。